今回はネオという食物連鎖の頂点に立つ最強の敵に対する美食屋の反応を紹介します。おぞましいラスボスではあるんだけど、終盤のテーマでもあった食欲そのものには善も悪もないっていうのを体現した存在なのが好き。悪でも正義でもなく、ただ純粋に最高にうまいものをいつまでもいつまでも食べていたいっていう純粋な食欲なの好き。餌を絶望させてから食うのも悪意じゃなくてびっくりアップルを脅すみたいなネオナリの調理法ってのがすごい好き。悪意はみじんもなく、ただただ実直にうまいものを食いたいってだけなんだけど、そのやり方があれだから立ち悪い。その結果最終的に誰かと食べる食事がうまいって思ったことで暴走を止めるとかいうね。島袋先生って一目見ただけでヤバいキャラ作るのうまい。見てるこっちもゾッとくる。絶望感半端ないよな。最初のスター純の GT ロボもただものじゃない感がすごかったからな。しかも GT ロボ出たコーブルーニトロが一人引きで2回噛んだ時が絶望すぎた。白い悪魔がヤバすぎる、あれやってくださいよみたいなセリフがえげつないし、指一本で無理ゲーのネオを両殺して消えてくとか最高すぎるだろ。さすが殿下のゾンビよ。こんなヤバい見た目しているのに最後は返しているの好き。あ、照れてんじゃねえよみたいなの好き。ドンスライムが一流から名前を与えられたことで食事以外でも腹が満たされることがあるって言っていたけど、その時は食事以外で満たされることはないと一周していたネオが、最後に食材を分け与えられることで初めて腹の底から満たされている構図になっているのが完璧。本来食欲に向けるものではない純度 100% の怒りをネオと同等レベルのパワーで攻撃することが、ネオとネオの中にある食材を解放するある意味での調理法なのかなと思うと、今まで辿ったトリコたちの旅の集大成みたいなラスボスだと納得しました。トリコとリンの結婚式で普通に人前に出てきてるあたり、もう危険生物じゃなくなってるんだな。恐怖を与えた食材より誰かと分け合う食材のがうまかったのかな。黒が父親、白が母親って考えたらいい夫婦だよね。見てすぐ生理的嫌悪を感じるデザインなのもなかなかすごい。ネオ自体はただただ食欲のままに食ってるだけってのも面白い。ギネスが次郎の復讐のために怒りの攻撃をした時はシャクシャクせずにちゃんと吐き出してるんだよな。気づかなかった、すごい。しっかり伏線張ってあったんや。食べること食べたいと思うことは悪いことではないってのを教えてくれた作品だった。飢餓状態で一流に飯を分け与えられたトリコが、今度は腹を空かせたネオに飯を分け与えるって終わり方で、うん、今でもやっぱ好きですわトリコ。最後ラスボス言われて頭かくねを可愛い。結局いつも蔑まれて生きていたから褒められるのが超嬉しいんだろうな。ラスボスだけど悪役じゃないってのがいいよね。マジでシマブーはキッショイキャラとか怖すぎるキャラを描いたら抜群。かっこいいキャラを描けるのはわかるけど、見ただけで嫌悪感を抱かせるキャラをあんなにいろんな種類で描けるのは天才すぎるわ。陳師範、怒ってはいかん、職技が乱れる。ペア、怒りが苦手な味だ。サニーのサタンボミットがネオに食われたものが消化されてないことの伏線って聞いた時はしびれたわ。ただただ食欲の赴くままに行動し続けたネオ、そこに善悪はなかったんだな。ネオってストレス与えたり恐怖心でうまみが増してるところを食してるけど、普通に頭いいよな。美味しく食べようと試行錯誤してるところは人間みたい。ちゃんとネオも幸せになれてるのがトリコの結末で大好きなところだな。ラスボスだからって単純に倒して終わりじゃなくて、最後主人公の結婚式に出たりと悪役の扱いが面白いよな。大昔に誰か一人でも食材をネオに分け与えてたら結果は違ったかもしれない。トリコは終盤インフレやばすぎてあんま好きじゃなかったけど、最終回あたりで一気に好きになった。笑い宿敵ラスボスで仲間がみんな仲良くテーブルを囲んで食事をするオチは最高だった。さまざまな漫画の中でも上位の恐ろしい敵だったけど、最後の回心はさすがだなと思った。トリコって毎回毎回連載が楽しみで仕方がなかった漫画の一つやわ。ネオには何かを与えられる経験が必要だったんだな。それを紛らわすために食べ続けていたと考えると少し悲しいな。一流からトリコに託された分かち合うバトンが、次はトリコからネオに分かち合うバトンを託されるってなんか良いな。ネオは誰に分かち合うバトンを託すのかな。恐怖を煽ってから食べるって狂気的だけど、人間だって家畜や魚を美味しく食べるため生かしたまま血抜きするし、悪い行為だとは言い切れないな。そしてラスボス呼ばわりされて照れてるネオと茶化してるゼブラが可愛い。生かしたまま血抜きしてないぞ、しっかりと殺してからやってる。動いてるように見えるのは死後硬直。まあでも踊り食いとかあるし、他にも美味しく食べるために残虐なことをするってのは結局あるよな。
魚の血抜きだと心臓は傷つけないままのうや神経を締めた後に動脈切って血を出してたよまあのうとか潰した時点で死んでると言えるが、トリコは食べたいということは悪じゃないってのが一貫してたの好き。よく漫画のキャラが鳥肌立つ演出あるけど、リアルに鳥肌立ったのは初めてだったよ。ネオを吹っ飛ばした描写を見ると、手を食われたとはいえトリコとスタージュンの合体技よりもジローのビッグバンの方が威力が高いんだろうな。やっぱジローすげー。ギネスの登場してるところ、お気に入りを手で分身を抹殺、ジローの匂いに気づいて敵討ち、と、ギネスは今何してる？す、ションベンしてる、と、は、ヤオウで一番面白いシーンが多かった W。魔人ブーやビルスがまさか仲間になるんかみたいな懐かしい感覚を味わった。こいつの見開き顔面ドアップが未だにトラウマなんだよな。ネオの食べたものを吐き出すページでドンスライムの超新星爆発とかいろんな攻撃出てくるやん。と思いながら読んでた自分が懐かしい W。 今までは食べられたら復活できないって思われてたけど、体内に閉じ込められてたから出れなかっただけで、体内では復活できてたんですかね。吐き出された後なら食欲として復活できるのかな。細胞一つたりとも取りこぼしのない完璧な状態で閉じ込めなければならない。これ聞いた次郎が、すまん、襲ってきたから一つ宇宙に殴り飛ばしたわって言ってたら、ブルーニトロたちどんな顔したんだろう。実際は逃げた細胞どもを放置してるからちょっとくらいならいけそうだけど、バオーの鼻息で即死してたし多分死んだやろ。ジャンプ史に残るトラウマキャラ。ジジさんからネオの恐ろしさを聞いていたここサニー、ゼブラ、小松の冷静さがやばい。てか小松さんなぜあの話聞いてビビらないの？過食症みたいな感じだったんですかね。どれだけ食べても満たされることはなく、身体に限界が来て全て吐き出した後にトリコから、というより他者から食べ物を分け与えられるという優しさに触れたことにより、ようやく腹も心も満たされたってことでしょうか。踊り食いされてるエビにとっての人間ってこんな感じなんだろうか。過去のネオはマジで怖かった。いろんな武器やらなんやらを付属した怖い化け物より、こういうシンプルで無機質な見た目の方が恐怖が根付きますよね。植物の訓練でせっかく怒りの中に感謝を持てとか言ってたのに、怒り単体で殺すとかいう感じなのがなんか納得いかなかった。感謝とかが効くとかだともっとストーリーの流れに合っていた気がする。ネオは恐ろしいけどなんか寂しさを紛らわすために食べてた感じがするんだよね。善も悪もなく、ただうまいものが食いたいってのがいい。トリコほど終わり方が綺麗な作品そうそうないと思うし、いて言うなら白の悪魔の正体だけ知りたかった。トリコは面白かったな。たけしの頃はあんまり合わなかったけど、トリコは微妙そうな飯と適度なバトル、それ以外もてんこ盛りで本当に良かった。半分打ち切りで急いで風呂敷畳んじゃったのが本当に残念。ネオが怒りの味を苦手とする理由考察。かつてネオと対峙してきたあらゆる生物がネオに対して抱いた感情は恐怖、絶望である。ネオがそれらの味を好む要因は、死ぬ間際に旨味が引き出されるという理由のみならず、自分にとって食べ慣れた味、向けられた感情だから。逆に怒りという感情はネオの生涯で食べ慣れていない味、向けられたことのない感情だったから、ネオの食欲が拒絶反応を引き起こしたのではないだろうか。しかしネオにとって最も食べ慣れていない味、向けられたことのない感情とは、他者に食材を分け与えてもらえるような感情である。だからこそあの時ネオがトリコから分け与えてもらった穏やかな感情を知り、ネオは生涯初めて自分の食欲の正体と食欲が求める本当の旨味を理解したのだろう。動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。